た状態からどこかシュート打っていった、榎本です。いやーリーグ戦デビューでまずいい一発が出たんじゃないですか。そうですね、思い切りのいいね、うん、あの素晴らしいシュートでしたよね。これはそのシュートのシーンではありますが、その前はジョーが競って、そしてシャビエルが競って、この榎本ということでした。そうですね、はい、なのでね、やはりそのこの3枚がね軸になってくるとは思いますよね。5月9日のルヴァンカップ浦和戦で公式戦デビューを果たしたこの特別指定大学4年生、東海大学の4年榎本が今日はリーグ戦デビュー、早速ファーストシュートを放っていきました。まあ、163センチ60キロと非常に小柄なんですが、そのルヴァンカップのパフォーマンスを風間監督が非常に高く評価していまして、このリーグ戦でも起用ということになっています。さあファンマがボールを持った長崎、チャンスですよ。クロスが入ってきた、キーボール、シュート、素晴らしい、中村啓太2試合連続、今シーズン4点目。いや、これはいい時間帯に取りましたね。前半3分です。あー、ゆりかごダンスですね。さあリプレイです。ここでね、いい形で収まって前向きの状態作りましたよね。で、中村選手のこの入り、これが素晴らしかったですね。こうディフェンスの最初は